トレーニーあるある。知らない人がベンチプレスでセーフティーをしてなくて潰れたとき。筋トレ1年目。あ、大丈夫ですか。せーの。よいしょ。3年目。これね、セーフティーしないとね、危ないんですよ。今回は僕がいたんで助かりましたけど、これ本当に年間何人死んでると思います？ベンチで。わかります？僕のおかげで助かったんですからね。今度から絶対にセーフティーしてください。すいません。10年目。あ、危ない危ない。よしよしよし。これベンチプレスってセーフティーっていうのがあるんで、これ絶対しといた方がいいですよ。あ、ありがとうございます。はい。大好評企画、ショーツについて語ろう。イエーイ。マイプロ最高。全然関係ないんだって。関係ないんだって。今回はですね、タイトルの通りでございます。はい。ベンチプレスの時に、今回ね、めっちゃ話したくてもグズグズしとったよね。これね、はい、もうコメント欄がもう、いい具合に皆さん賑わっていただきまして、本当にね、ありがたいんですけれども、うん、10年目ってもっと補助して追い込むかと思ったっていう人がめっちゃおったんですよ。うんうん、いいね、いっぱいついてましたね、それ。そう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 。うん、それでね、思ったのが、うん、あー、この人たち全員3年目って。なんだ、3年目が悪いみたいな。いやいや、悪いわけないけど、その、うん、ちょっとねっていう。そう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 。だから、最初に答えたとき何回も言うけど、うん、3年目は悪口じゃありません。うん、僕らもそんな時期がありました。うん、で、通ってきたからこそ、3年目を憎たらしく誇張して描くことができております。うんうん、逆にさせていただいてるってことですね。そうそうそう、うん。自分たちもこんなことあったな、みたいな。うん、黒歴史として扱ってる部分もあるし、うんうん、でも心の中の10年目になっても、うん、3年目が支えてくるんよ。そう、支えてくるけど、うん、俺は10年目だって言い方ながら、そうそうそう、抑えて大人な対応してる部分も多少ある、うん、いやでもその言い方すると子供だって言ってますけどね。3年目は子供だ。そっか、そう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 。いやでもその、まあまあまあ、難しいですよね。こうニュアンスを取ってほしいです。そうそう、取ってほしい、差し出してほしい。本当に悪く言いたいわけじゃないの、うん、3年目っていうの、うん、すごくやる気に満ち溢れてていいよっていう、うんうん、で下手したら攻撃的になっちゃうっていうのを動画で言ってるだけ、うんうん、今回ね、今回みたいな、そうそうって言ってるだけなんで、うん、3年目イコール悪口じゃないっていうのだけはね、最初に言っておきたいです。で、やっぱ10年目に補助するっていうのが、うん、やっぱね、ちょっと10年目の人じゃその発想にはならんのじゃないかっていうのを、うん、10年目の僕らが全くならなかったですもんね、うんうん、あ、なるほどね、うん、みたいな、そうやった方が動画としては面白かったんかなって思ったけど、うん、でもやっぱこれはブレちゃいますね。そうそう、ガチでやらなきゃなって思って、うん、10年目はやっぱあんなもんだよね。うん、そうですね、あえて優しく諭すというか、そう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 、うん、危ないですよみたいな、うんうん、それが正解という、正解難しいな、正解言い切るのは難しいけどけど、うん、まあでも冷静に考えてほしいのが、潰れちゃった人なんよ、うん、想定は潰れちゃった人のを勝手に入って補助を何回もして、うんうん、追い込んであげるっていうのは、ま、迷惑ですね。そうそうそうし、その人の目的っていうのがあるから、そこで潰れて、はい、終わりってやっとったかもしれんし、あ、まあまあ、うん、今回に至ってはセーフティーしてなかった。あ、そっか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 、うん、終わりとはなってないけど、うん、でももう助けてほしいだけ。あ、そっかそっか。なのに、やっべえ、うわ死んじゃうってなってる時に、はい行きましょう、はい行きましょうみたいな。でも、死んどい死んどいそう、ほんまにそう、うん、まあ、相手のことを思えば、大体、まあ、ああやって戻してあげるのがいいのかなって、うん、まあ、別に3年目の対応でもいいと思う、正直ね、危ないからね、うん、まあ、怒ってもいいですね。そう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 、うん、まあコメントの中でも3年目が一番ためになる、うん、うん、そう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 、実は優しいみたいな、ね、そうそう、ああやって怒ってあげるのも優しさかもしれんなとは思うね、っていうのがね、言いたかったんだよな、うん、本当に。だから10年目の人はほとんどその補助はしに行かないぞ、うん、とは思う。そうですね、うん、サクッと助けてあげて、そう、はい、おしまい、気をつけてくださいねって。そう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 、で気づくと思うしね。だけど3年目まで強く言わんでも、うん、自分がやば死にそうみたいになっとったら、うん、これって助けてもらわんかったらやばかったな、ちゃんとセーフティーっていうのがあるんだったらしなきゃみたいな風に自分で思ってくれるだろうが10年目かな、うん、って思いました、うん、だからコメント欄をディスるようになってしまったかな、大丈夫、うん、リアルな感想ね、リアルな感想で、ね、ちょっとこれは本当に僕どうしても言いたくてお願いしてる。おめえら3年目だなでもね、 YouTube 見とる人ってやっぱ3年目までの人が多いんだなとは思う、正直。
うちを筋トレチャンネルっていうジャンルに入れてもらってることだけでもありがたいんだけどあんまり筋トレしてないけどそうだからね、筋トレしてる人3年目はやっぱそういう補助とかね、うん、いいのかなっていう、まあそれによってある出会いとかもあるんかもしれんけど、まあ補助してあげて、でも大体補助してくれる人厄介おじさんあるあるありますよね、これは、まあね、あ、これ前だったよね、うん、うん、そうそうそう、逆にだけ10年目はあの助けるだけかもしれんけど、うん、30年目厄介おじさんは補助してくれる、あと補助させられるね、あの鬼補助させられる、させられる、まあ補助の話になってるんだけどそう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 、なんか、まあ10年、そうですね、こう言っちゃいますよね、10年目ってね、うん、そうだね、やばさ加速するタイプと落ち着いていくタイプっていう、うん、あんま人に関心持たなくなるか、そうそうそう、めっちゃおせっかいになるかっていう、ジムの主になるか、うん、もうなんか長老とか仙人になるかみたいな感じだよね、でもあとね、これちゃんと有益な話というか、うん、自分で言うのもあれだけど、これもう言ってあげようって思ったのが、セーフティーの高さどうしたらいいかわからんっていう人も結構ってコメントなんで、だけどそれはね、教えてあげてもらっていいですか、はい、セーフティーの高さはこう胸を張るでしょ、みんなベンチの時にね、うん、胸を張って下ろす、そしたら胸につく、うん、バーがね、そうそう、バーがね、そう、胸につく、でフッてしたらここ見て、こうするのとこうするのってこのぐらい差あるやろ、うん、その差を作ってあげたらいいだけなんよね、うん、わかる、言えてる、ちゃんと、まあまあ、わかるよ、そう、だからヒュッとしたら胸に当たって、うん、で息吐いたらあのセーフティーに当たる位置、胸を張らんやったら当たる位置ね、そう、でそれかもうね、首まで下ろせばみんな首のところへっこんどるから、ここで助かれば死にやせんのよね、うん、なんで死ぬかって言ったら本当にここに落ちて死ぬんよ、うん、それさえ助かれば大丈夫やから、うん、最悪首の位置まであれやったらずっと誰か待てばいいだけなの最悪ね、最悪ね、最悪、最悪のパターンよこれはでも そこを見れば OK、うんうん、かなと、うん、肩とか少々壊すかもしれんけど、うん、まあ死なんし、それで、うん、まあでも普通は胸張ったらつく位置、あの胸張ったら自分の胸、うん、あのしぼめたら、あのすぼめたら、あのセーフティーっていう位置に設定するのが正解です、うん、でこれがね、絶妙な位置にあるやつもありますよね、そう本当になんでそこみたいな、これ1個下げたら俺死ぬけど上げたらこれガッチャガッチャになるなみたいなやつある、めっちゃわかる、もうそしたらね、もう筋肥大しましょうと、筋肥大するか、体の厚みをつけて、ね、そうそうそう、厚みをつけるか、うん、ものすごいアーチを組めるようになるか、うん、どっちかもう仕方ないまあでもね、これコメントでもあったんだけど、うん、たまにね、クソみたいなセーフティーもあるんよ、ジムによっては。あだけどさっき言ったみたいに空間が空いとるやつ、空間が空いとるやつ、首だけ空間こんだけ空いとってそこにスパーンっていってギロチンになっちゃうっていう、うん、ギロチンセーフティーって僕は呼んどんだけど、なんで謎にそこだけ開けたみたいなね、絶対にもうセーフティー一体型のベンチプレス台を導入することはもう全ジムにお願いしたい、うん、うちもそれだし、やっぱね、そのセーフティーは絶対にもうやつをやってほしい、うん、ベッド型っていうのかな、あれはね、うん、なっとるやつも多分ジムによってはね、くくりつけてあったりするんよ、ベンチ台にセーフティーを、うん、そう、うん、あるでしょ、なんか見たことある人もおると思うんだけど、そういう風にやるべきジムの人はね、うん、だからあれで本当に自分のジムで不幸な事故起きてほしくないじゃないですか、うん、ジムの人っていうので、あれはね、ちょっと義務付けてほしいなって思う。そうですね、あの変なセーフティーで自分首に行っちゃったっていう人は、まあ半分その人はあんま悪くない、うん、もうマシンが設備が悪いと思っちゃうんで、ね、アメリカとかってなんであんなないんですかね、セーフティー ね、あ、でも僕聞いたのはね、うん、これなんか別のショーツで出そうかなと思ったんだけど、そのカラー、アメリカカラーもしないっていう、うん、カラーしてなかった時1年目3年目10年目僕やろうとしとったんだけど、うん、まあ、別に出すかな分からんけど、うん、あれカラーをしないじゃん、カラーもしないじゃん、うんうん、はなんかベンチでもし潰れた時に左右に振ってしまえば、ガラ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 って落ちて助かれる、まあ、自分が強い国ですよね、そうそうそう、自分が強いから、うん、だから日本って人に迷惑かけないためにカラーをするじゃん、確かに、うん、落とさないために、はい、でもアメリカって自分が助かるためにカラーをしないっていうのを聞いたことあって、うん、セーフティーがあったら逆にこうできんじゃん、うんうん、だからセーフティーもないしカラーもしないっていう文化って僕は昔聞いたことがあって、それなんか理にかなってるけど、その時納得したんだけど、でも訴訟大国なのにすごくないですか、でもやっぱ広い県じゃないかな、あ、 それもあるんかな、広い県、あとその、うん、絶対ジムに人がいるっていうのがあるんですかね、そういうの、ああ、うん、最悪助けてもらえるみたいな、やっぱフィットネス大国やから、なるほど ね、なんか文化の違いってそういうのがあるんですよね、うん、そうだけどなんか3年目をね、すごい僕考えたりしちゃって、はい、だけどカラーつけてない3年目みたいな、はい、
え、アメリカではいいって言いますけど、ちょっと生意気で今回のやらせようみたいな考えたりしたってんだけどさ、まあでも本当に正解かわからないですね。あ、本当に正解かわからん、うん、けど、まあ理にかなってるなとは勝手に思って、うん、まあそういう考えもあるんだなっていう、ね、うん、でもセーフティー、まあ日本で筋トレされたらやっぱセーフティーはあった方がいいというか、うん、まあベンチはやっぱね、ほんと手が滑って死ぬこともあるからね、見てた目出したら、うん、あるよね、外してなんかバーンってセーフティーになってる人見たことある、180ぐらいでね、うん、怖いよねあれね、っていうことがあるけん、どんなマッチョでもセーフティーはつけるべきっていう。そうですね。なんかたまにコアラさんも失神してたのに。ああ、見た、ベンチ中でしょ。 ね、あれかわいいっすよね。そうそう、なんかセーフティーやってよかったみたいなね、言っとったし、うん、で僕思い出したのがね、はい、あのセーフティーをプレッシャーかけるためにしないっていう人おるじゃん、はい、あれに対して多分ね、うちの3年目のこんがり大先生もおっしゃってたの、はいはい、ツイッター見た？見てないです、見てないです。ツイッターで言ってた気がするんだけど、見たかな、うん、セーフティーで甘えちゃうみたいなのを言ってる人に対して、はい、そのセーフティーのあるなしで甘えちゃうようなメンタリティーが甘えないんじゃないですか、はい、甘えちゃうみたいな、こんがり3年目出てた、素晴らしいと思って、さすがです、こんがり先生、さすがです、でも確かになっていう、だから結局セーフティーはした方がいいっていうね、うん、そんなに変わらんってっていう話ですね。そうあとツイートで見るのはなんかセーフティーに絶対落とさないっていう気持ちを込めて、あの iPhone とか置いといて、でそのスマホの画面がバキバキだなっていいオチ、いいオチ、ちょっとバキバキだったな。なんかセーフティーが甘えっていうのはね、うん、一部の人がそんなこと言って誰かが鵜呑みにして、うん、セーフティーしづらくなるのはちょっと勘弁してほしいから。そうですね、迷惑ですね、自分的にもね、それは。そう僕もミスって手滑らしてギロチンに1回したことあるけど、やば、60キロぐらいで、ああ60キロでね、本当にミスった、スミスだったかな多分あの時は、あ、まスミスでデクラインしようとして、はい、チロンって滑って、デクライン死ぬじゃん、デクラインでマジで死ぬかと、こっちじゃん、大丈夫、まあ全然大丈夫だったんだけど、全然大丈夫なの、なんか怖かったねあの時は。ドラマもんやん一応ないな俺は本当に。でもやっぱね気をつけてほしいですね、うん、セーフティーはした方がいい、スクワットもね、あ、スクワットは死にゃせんけど、スクワットは基本的にスクワットは非常に迷惑をかけちゃうんでね、そうセーフティーしないと、あの落とすことになってね、知り合いでおるもんね、200キロぐらいでスクワットしょって後ろにポーンって放り投げてガシャーンって言った人がおるんですよウェイトリフティング場じゃないよここはっていうそうそう、場所によってねやり方は変えていきましょうっていう、うん、プラットフォーム、そう投げていいプラットフォームだったらまあいいと思うんだけど、うん、そうじゃないところはもうしっかりセーフティーをガシャンとね、うん、やってやりましょう。やっぱね、あとこれはね、なんかね、もうちょっとずれるかもしれないんだけど、うん、まあずれまくるじゃん、どうせね、うん、ないよねなんかあのね、思うのが、こうマッチョって目立つんですよ、これいつも言っとるけど、うん、マッチョって嫌でも目立つんですよ、自分にいたら、はい、そうだね、で、ちょっとでもなんかマナー悪いことをしとるもんなら、うん、すごく目立つんですよ、うん、あのマッチョめっちゃマナー悪いやつって思われちゃうよ、うん、ガリガリがやっとっても目立つようなことを、うん、マッチョがちょっとでも、その何て言うんだろうな、ダンベルちょっと蹴ったような、例えば足が当たったぐらいのもんでも、うん、なんかうわあいつダンベル蹴ってやがった、やっぱマッチョって性格悪いっていうか、なんか大変だなみたいな感じで思われがちだから、もうできるだけ歩くときは肩をすぼませて失礼いたしますっていうぐらいの気持ちを持って気持ちをね、うん、気持ち実際そこまで言ってもいいけど、気持ちはもうこうやって歩く人リアルにおるっていうのもあるけど、はいはい、もうこうすいませんって、うん、ダンベル前取らせてくださいみたいな、もうでもこれぐらいの気持ちで言ってほしいですね、うん、マッチョ、世のマッチョの皆様にはね、威圧感を与えないようにね、そうただでさえ目立つし威圧感あっちゃうから、うん、マナーモラルを考えた方が住みやすいよと、そう、うん、私こんな髪型でゴルフするんでね、紳士のスポーツとはとか言われるんですけど、僕めちゃめちゃこうマナーよくしてるんでね、ラウンドするときはね、基本的にはこれ分からん分からんかもしれんけど、いろいろね、でもね、僕が言ったらよう分からん、普通の姿をしたおじさんたちがすごいマナー悪い人とかおるんですよ、うん、でも僕の方がマナー悪そうに見えるんですよね、うん、だから見えるのはしょうがないと思って、うん、せめてマナーよくしようって僕は心がけてるから、うん、皆さんにもそれを押し付けます、うん、まあそれはね、いや、それはやるべきですからね、そうそう、うん、マッチョはね、心優しい人が多いんだというイメージを皆さんでつけていただきたい、うん、それは本当マッチョの皆さんモテるかもしれない、さらに、ね、そう、うん、モテるよ、マッチョなのにガサツじゃなくて丁寧で優しい、いいギャップ、いいギャップ、そうそうそう、モテるぞ、モテようぜみんな、ね、
やっぱね、オラついていいことないからね。確かにね。マッチョついたらね、マッチョになったらなんかオラつけたがる人多いけど。二十歳までいいでしょうね、モテるのはね。あ、オラついてね、ヤンキーがモテるのは二十歳までよね、ということです。はい、はい、いいショーツ解説になったんじゃないでしょうか。なんでしょうか、わかんない。脱線しまくりよね、まあ、毎回恒例の。はい、はい、全く関係ない話。全く関係ない話。あの、昨日つながるかもしれない。昨日ちょっと場所だけあれして、昨日、うん、TikTok 見とったら、はいはい、ビートボックスしてる人の1週間、半年、3年みたいなのがあったんですよ。おお。で、うちのパクリね。そうそう、で、そこに違う。それに、いや、そのコメント欄に、え、レモンチャンネル見てますかみたいな感じがあって、で、いや、僕はベーシストのむつみさんっていう人を参考にしてますみたいな感じ書いてあって、僕、ベーシストのむつみさんとも行ったんですよ。ベーシストのむつみさんのショーツ見たら、あの、同じそのベースシストあるあるみたいなやつで、同じその半年で、テイストうちと全く一緒なんですよ。で、これいつ始めたんだろうって見たら、うちが7月の最初の方に、あの、一番最初の、あの、ギア編とかを上げとる。で、その人7月の25日に上げとる。で、コメント欄に、あ、なんかコメント欄になんか筋肉のやつじゃんとか、レモンチャンネルのあれじゃんみたいな、あ、そうなるようになったよみたいな。まあ、確かにショーツは結構伸びとるやんか、だからもいや、分からない、その人が本当に思いついたかもしれんけど、いや、もしかしたらむつみさんは見てくれとんかなみたいな。しかもむつみさんちょっと筋肉鍛えてるっぽかったんですよ。なんかその筋肉ベーシストみたいななんか単語があったんで、これむつみさん見とる可能性あるの。別にちょうど登録しとるかわからんけど、ショーツは流れてきて見たことあって、あ、これベースでも言えるじゃんみたいな。で、多分どの世界も同じだったの。どの世界もそうだね。汎用性高すぎるから、みんなパクってください、これ。そう、なんか、ヒカキンって、だからボイパのやつも、ヒカキンってすごいのって言われた時の反応みたいな。そう、そういうのであって。そうよね。だって、どの業界にいてもこれ使えるもんね。そう、大体本当にそうなるやろうけどさ、落ち着くみたいな、なんかこう、熱くなる時期、その、フレッシュな時期、なんか熱くなる時期落ち着くみたいな。なんかそれ結果いろんな業界でやってくれるとさ、僕らも認知されるかもしれないし、ね、そう、うん、そう、レモンのやつだってなったら嬉しいよね、それ。で、そうそう、なったしかもコメント欄でそれ言ってくれてる人があるって。そうそうそう、あ、だからその、いや、僕探したんですよ、言ってないかなと思って。探したら、あ、言っとる人が何人かおるみたいな。うん、パブサがすごいんよ。いや、で、嬉しい、本当に嬉しかった。いや、わかんないですけどね、むつみさんに聞いてないからわかんないですけど、うん、そうそうそう、すげえじゃん。その孫を見た感じなんで。そうそうそう、孫だね。そう、完全に孫。おおってなって繋がったね。繋がった、すごい。やっぱうちの需要は今そこにあるもんな。そうですね、1年目3年目10年目、うん、あんまりコースはかからんのにね、うん、そうそうそう、一番コースかけてないのが一番伸びてるからな。最近のもまたね、30万再生ぐらいいってるからね。どうですか、ボディービルのやつ。あ、ボディービルのやつか、大会会場のやつか。大会会場もか、大会会場も掛け声もどっちもかな。そう、なんか出したとこマニアックすぎたかな。そう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 、微妙かなって言っとった。掛け声のやつ、腹筋 6LDK とかって、あの、僕らが考えたみたいになってません？なんかたまにコメント欄で。あ、そう、それはなんか忍びないけど、そうそうそう、やっぱもうそういうもんだよね。仕方ないし、だってそれこそうちより伸びる、その1年目、3年目、10年目みたいな人が出てきたら、多分その人たちのものになるし。はい、で、パクリやって僕らが言われる。そうそうそう、ネタって別にね、パクってなんぼだと思って、ね、そうっすよね。パクリやんも結構ね、そうそう、悪く言う人おるけど、うん、それはいいやんっていうね。う、結果面白くなれば何でもよくない。で、まあ実際そういうの見て、いや、その人だからその僕らに影響受けたか分からんけど嬉しいじゃないですか。うん、そうそうそう。あ、この世界でもなってんだっていう、ね。そう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 。結局二次創作みたいなのって嬉しいと思うんだよな、うん、元の人は。最初もね、あれ言われて気にしとったけど、カメラマンは。あの、うん、あれあれ。あの、そのトレーニング間違えてますよみたいな、あれ許可取ってんのかよみたいな感じで言われとったけど、別にそれは本人と今相互フォローだし、なんか、なんだかんだ、で、なんか、そう、結局伸ばしてもらったけど、あっちもなんかまあ認知されたしぐらいな感じだし、多分あの人も、だってマジでそのあの画像は見たことあったけど、知らなかったですよ。そう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 、両方知ってて、こう繋がってない人も多分いたと思う。めっちゃあったと思う。だけど僕らは少なくとも4万人ぐらいには、あの画像の人です、この人がっていうのを、伝えれたと思う。うん、そう、エロ漫画家だったんやーって言い過ぎた人は1万人ぐらいだったと思うよ。結果その人のためになってるかもしれんし、1万人のうちね、1人か2人でもその人の作品買っとるかもしれんし、うん、今回は多分買っとるで。そう、それはそうかもしれんね。でまあね、だけどまあそうそう、パクリは別にいいんじゃねって思うけどな、うん、そういうオマージュだ、そうそうそう、丸パクリではないですかね。丸パクリのなんか、そう、著作権とかを侵害する系までいかんければ、うん、別にまあそこら辺はいいんじゃないのって。あ、これベース界隈でも使えるじゃん
ね、ビートボックス界隈でも使えるじゃんって思ってくれたのはね、うん、いいことですよね。そうそうそう、うん、全く話変わったけど、まあ、ほんとサブチャンネルになったのかな。いつも気になって何しようする。あ、違う、ごめんごめん。マジでね、撮影知ってるから、ね、ずっと自分の落ちた髪の毛ちょっと分身さんをね、分身さんを集めてました。はい、それではレモンチャンネルのハーブちゃんとハーラーマンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。